クリスチャン・マリーナは、ルーマニア・トランシルバニア出身、スウェーデン在住の現代音楽の作曲家。母国の音楽学校で学んだ後、留学先に、スウェーデンを選びスベンダーフィとサンドストレムに指示。後にマスタークラスなどで、フランコ・ドナトーにブライアン・ファーニホー、ルカ・フランチェスコーニに支持している。スウェーデンで大変に高く評価され、スウェーデン現代音楽協会の総裁を4年務めた。 ルクセンブルク国際作曲賞第3位ほか、いくつかの受賞歴がある。ルーマニア人であるが、北欧の音楽文化に憧れたゆえか、音色は北欧学派そのものであり、響きは叙情的かつ透明である。20世紀後半以後の展開を咀嚼して、超的な言語で作曲するのが基礎となっている。弦楽オーケストラのためのビタリスは、ネオシベリウス的音楽といっても過言ではない。 跳躍音程はオクターブを除き、ほとんど用いられない。強烈な自己主張を選ばず、既存の文化への注釈といった形が自身にとっては適当であるとみなしている。日本でも応募し重奏のためのベルソが JSCM 主催の音楽会で演奏されている。ありがとうございます。